が生きていく上で欠かせない喜びや悲しみ、その感情をコントロールする脳の仕組みを研究する藤田医科大学精神神経病態解明センター永井拓教授、薬剤師そして研究者へ、脳と心の関わりの解明に挑戦し、その仕組みを探り続ける原動力とは。未だその脳の中の仕組みっていうのは分かんないことがいっぱいからこそ、それを明らかにして多くの人たちの役に立ちたいと、それに関して辛いというのは一切なかったです。10年、20年、あるいは100年かかって解明していくべきことなんだろうと、果てしなき夢への挑戦です。答えのない道を歩み続けながらも、学生にも負けない、その生き生きとした表情にあふれ出る好奇心と、多くの人を救いたいと思う熱い思い、夢を追う永井先生の素顔に迫ります。僕自身はもう米屋の息子で、医療とは全く関係のない世界で生きてきました。全然興味はなくて、子供の頃は四六時中部活にどっぷり浸かる、中学の頃は軟式テニスをやってたんですけども、たまたまハンドボールの先生に目をつけられて、お前ちょっとハンドボールに入りなさいと、朝早く練習、朝練をして、その疲れを授業中居眠りをしながら、しんどい思いをして授業を聞いて、夕方になればまた部活をするというような感じですね。全然医療とはその道に進むなんて今まで思ったことはなく、もともとは建築家とかになりたくて、ものづくりに子どもの頃はすごい興味を持ってました。でたまたまその部活の顧問の先生に、薬学の道っていうのも選択肢としてあるんではないかと。自分自身は薬剤師というのは、町の調剤薬局で薬を作っている人、集めている人という漠然なイメージしかなかったんですけども、実際にやってることはそれだけではなくて、患者さんにいろいろ話をしたりだとか、幅広くいろんなことをやっている薬剤師というものを見てきたので、非常にそこでは大きな幅があるものだというふうに将来性を感じました。大学入った時はやっぱ周りの人たちっていうのは医学部を目指してたり、それなり その成績のいい人たちが集まってきて、自分は何気なく入ってきたというイメージがすごい強かったので、すごい劣等感を感じて、必死で勉強しなきゃというのは頭の中にはあって、授業だけはちゃんと受けて、その一方で部活をやったりだとか、あと空いてる時間もあるので、そういった時に友達を誘ってビリヤードとかをして、1日10時間とかやってました。3年生の時までには、その学部、薬学部の実習という形で、その実験の真似事みたいなことをやるんですけども、それはどうしても答えのある技術をマスターするための、実験になります。ところが4年生になると研究室に配属ということになって、そこで初めてゴール、答えのない実験をして、自分で証明していくと、そのうちも終電も気にしなくなって、着替えを持って研究室で寝泊まることも1週間ほどあったりもしましたね。それに関して辛いというのは一切なかったです。辛いというよりかは、それを深く追求していくという好奇心の方が強かったですね。予測した結果と同じ結果が出た時には、やっぱりその喜びというものが非常に多くて、それにどっぷりハマってしまった。薬剤師としては、目の前の患者さんを何とか救ってあげたいとか、手助けしてあげたいというようなことができるんですけども、やっぱりそれだと限界があるんですよね。ただ薬を作るだとか病気を治すということが果てしない夢ですけども、それが可能になれば、多くのより何千何万という患者さんを救うことができると、実際にはそこから研究生活をスタートさせることになりました。20世紀は脳の時代ということで、皆さん、盛んに研究はされてたんですけども、未だその脳の中の仕組みっていうのは分かんないことがいっぱいあります。からこそそれを明らかにして、多くの人たちの役に立ちたい。特に依存症、私自身はその学生時代からメインテーマにしている依存症、特に薬物の依存症というのをやってきました。ところが薬物の依存症だけではなくて、非常にその類似する、例えば気分がハイになったり、あるいは落ち込んだりという症状というのは、薬物依存症だけではなくて、実は統合失調症だったり、うつ病だったり、あるいは双極症と呼ばれる疾患があるんですけども、こういった疾患でも見受けられる症状です。
ということは何かそこに共通する基盤があるんじゃないかと、それがどうやって起きてくるのか、そこに薬を作って完治を目指すようにできたらいいなというふうには思ってはいます。脳っていうのは他の臓器と違って複雑なネットワークを作っているようなコンピューターのような臓器です。技術が一つ一つ積み重なっていくことによって、まあ、より一層か脳がどういうふうに出来上がって、どういう動作原理で動いているのか、あるいはどこに異常があれば病気になるのかっていうのが、もうこの先、まあ、10年、20年、あるいは100年かかって、解明していくべきことなんだろうと。まあ、答えが欲しいんですけども、まあ、答えがなくても多くの人たちがなんとかハッピーになってもらえればいいかな、果てしなき夢への挑戦です。世代、若い子たちを何とかしてでもこの研究という世界に魅力を持ってもらうことが必要ではないかと。まあさすがにそろそろ学生さんたちも私の息子とか娘の世代になってくるので、なかなかちょっとこうジェネレーションギャップを感じながらやってますけども、なるべく気分も若く保ちながらはしゃいで一緒にやってます。突拍子もない質問をしてこっちがハッと思わせられるっていう研究のヒントを得るっていうこともありますので、まあ、若い子たちっていうのはやっぱりエネルギッシュでいろんなこう発想の柔軟性を持っている人たちなんだなっていうのは、まあ、世の中で一番有名なのはこういったノーベル賞を目指して頑張るというのが一つあるんですけど、それは実は遠い世界ではなくて、いつ何で大きなことを発見するかっていうのは、まあ、分からない。もちろんその答えがないから辛いっていうのはあるんですけども、ですけど、まあ、多くの人たちと、まあの患者さんを救うことができるし、今まで知らなかったことを改めて、発見することができると。なので、まあ、日頃からいろんなことに興味を持って 何でもいいので一つ面白いという感じたことはとことん突き止めていくというようなことを考えながらいろんなことを進んでいってもらうと、まあ、その一つとして研究というものを選んでもらえたらいいのかなというふうに僕自身は感じてます。たくさんの可能性を持つ研究の道、その道に出会ったあの頃からずっと夢を追い続け着実に歩みを進めている永井先生、その子供のように輝く瞳で話す先生の夢はずっと終わることがない、いつか必ず叶う、その時まで。